みひろの的はじまるよパワー筋肉君か元気出るんです筋肉君さんのあのパワーを見ると確かに、うん、めちゃくちゃ面白いです面白い好きそれに似合った格好してますねそうなんかこういう格好してきてくださいって言われてそうなんですよちょっと汗かいてもいいようなトレーニングウェア着てきてください言って、はい、言ったじゃないですか来ましたよなんと今回も、うん、商品提供がありましたじゃ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 んじゃじゃんやったじゃないですかすごいどうしたんですかみひろのもとで今回ねご紹介したいのが、うん、こちら、はいよくジムにあるよくジムにあるやつにねこれずらーっと並んでみんながこうやってこいでる、はい、ジムもこんな感じなんですけども、うん、家でもジムと同じような体験ができるとだって私もこれジムにあるじゃんって思いましたよジムのやつ持ってきたわけじゃないですからね家庭用の作りだけど、はい、ジムっぽいジムっぽい本格的すぎてジムちゃう言ってジムだっていや家庭用やらないジムにあるって何が違うのだってなんかまたあの後で説明しますけども、うん、これだから折りたためるんですえ畳めるんだ畳めますえどんぐらいになるの今やりますかえうんちょっといただいてじゃあはい私パワー簡単にできるんですよこれまずねこうやって持ち上げるじゃないですかそしてこちらのネジを緩めますするとこちらがスライドしてネジで止めるとここにコマがついてますのでこうやって運んでこうやって端っこに置いとけるとえ待って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 パワーねえ森地さんの方が大きいんだけどちょっと隣に行ってください森地さんの方が大きいほらよいちょっと横ほら森地さんの方が大きいほらみろさんより僕の方がこれ使えなあかんかも女の子でもできるんですかこれ。して。そうそう。して。お。で。ここ。これか。緩めて。さっき持ち上げようかな。こっちです。これをですね、うん、みひろさんに体験してもらいたいなとお任せあれはい準備 OK でございますどうですか乗り心地がうんあのお尻も柔らかくって、はい、あの全然痛くならないですこれからですねはいみひろさんには20分間これを走り続けてもらおうと思いますわかりました、はい、途中の感想とかそして、はい、負荷なんですけど、うん、こちらのレバーで1から16まであります。あ、そうなんだ。じゃあとりあえず1からやってみようかな、うん、どんな感じか分かんないからこのパネルで、うん、いろいろ心拍数とかも出てきてるんですけどそれではよしお願いしますいってきますはい
ちゃくちゃ滑らか。ペダルはあれです。重さはそんな感じないですね。今の感じですよ。大丈夫。どんな感じですか。もう？いやもちろん。もう？2にするじゃん。って言わないんですね。もうめちゃくちゃ静かで、え、本当に変わってるって感じなんですけど。重くはなってるでしょ。重くはなってるのに、なんでこんな静かなの。すごくない。私が知ってるチャリンコのさ、はい、こうガチャガチャってさやるやつあるじゃん、はい、あれさガチャガチャガチャってなるじゃん。チェーンがそれのなんか何テンション、なんていうのあれ、負荷、音もないし、はい、変わった感じが何もしなかったけど、とにかく静かでしょ。うん、静か。もうちょっとスピード上げた方がいいんじゃないですか。え、もう、そう、もちろんそうなの。 1.5 ぐらいはキープした方が。え、11だよ今。え、結構あれだね、地味に下半身くるね。じゃあ15キープしよっか。15キープ、うん。こうやって数字見えるのはいいですね。あ、自分が今手抜いてるなってバレちゃうね。意外に舐めてましたね。まだ3分しか走ってないのに。さあ、5分になったら負荷が15になります。あ、10になります。3分経ったら、5分経っ、さあ三浦さん、はい、5分経ったら負荷が10になります。 10?、はい、え、これの倍ってことでしょ。はい、絶対よ。辛いじゃん。今でも結構あれだよ、負荷かかってるよ。スピードキープしてますか。いいね、見てくださいよ。じゃあ15ちゃんとキープしてますから。ほら、あ、今16いった。ここ、前もも、前もも来るよこれ。あー、しんどいわ。みひろさん、ちなみに、うん、自転車って普段持ってするんですか。持ってないです。あ、持ってない。はい、なんか自転車エピソードとかないですか。あ、学生の頃。私新潟出身なんですけど、はい、中学とか高校、はい、あ、高校か、高校はチャリ通だったんですよ、はい、ほんで、海沿いをね走って通ってたんですね、はい、そうするとやっぱね、海沿いだから大きいトラックとか走ったりするんですよ、はい、ほんで私の時代はね、もうギャルだったから、小ギャルね。で、もうスカートがえぐいぐらい短かったの。で、もう、こう、もう、なんていうのかな、もう見えんじゃないかみたいな。でも見えてないんだけど、本当にもうね、スレスレのスカートを履いてて、そしたらさ、すれ違うじゃん。すれ違うっていうか、私の後ろからトラックがブーンとかって行くと、なんかピシュー、ピシューってさ、トラックって鳴らすじゃん。はいはい、あれよくやられてた。ピシューって。あと信号待ちで待ってる時とかも、ピシューピシューってやられてて、えー、みたいな。こうやって見ると
運転手さんを見ててニコニコってしたりとかしてて、そういうなんかアピールされてた。ちょっと疲れてきた。今何分ですか？今14分、あと14分、5分経ちましたね。5分経ちましたね、はい、じゃあ負荷の方を上げていきたいと思います。いやー、10までお願いします。10まで、はい、だって16がマックスなのに。はい、マジか、ドレスじゃん。これね、はい、それで10をキープですよ。ほら、ちょっと落ちてる。見ろ、走れ。ねえ、ちょっと待って、なんで何もしてないのよ、私より汗かいてるの。すごいんだけど、ちょっと自分映してくださいよ。めちゃくちゃ汗かいてるじゃん。じゃん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 。スピード落ちてないですかね。落ちて、見てほら17とかいってんじゃん。すごい、私偉い。そうで、もし腰とかが疲れてきたりとか、うん、お尻疲れてきたりとかしたら、うん、しんどいよ。背もたれの方持たれて、そのお尻の横のこれ持たれていいの、はい、えあ、そうやったら体重のあの分散、背中にも分散するから少し楽にこう。確かにちょっと楽になったけど、でもあの太ももの近いよ。太もものなんかあーんっていうのはなくなんないよ。よいしょ。何狙ってんですか。何狙ってんですか、そのカメラでそんなドアップにして。まあ、なんすか。じゃ、このウェア可愛くないですか。これもらったんですよ、お誕生日プレゼントに。誰からもらったと思います。社長。ブブー。誰ですか。あの元恵比寿マスカッツのリーダー市川雅美ちゃんからもらったんですよ。イッチがくれたんですよ。ミッヒー頑張ってるからトレーニングつって、これ着てつって。え、市川さんは、うん、YouTube やられてない。あー、やってないかな、どうだろう。でもなんかたまになんかインスタライブとかやってますよ。もしあれやったらビデオのまた遊びに来てもらいたいですね。マジ来てくれるかな。そしたら何しようね。さあ、今何分ぐらいですかね。いや、11分ですね。もう終わりたいし、あともう半分。ちょっと、だいぶ結構汗かいてきました。汗かいてきました。ツヤっぽくなってきました。何ですか、ちょっとやっぱり じわっとかいてきましたね。やっぱ、自転車漕ぎながらついつい口ずさんにしまう曲とか、なんか思い出の曲になりますか。海は広いな、大きいなでしょ。マジですか。だって海見ながら私通勤してたから、通学か、通学、ね、そうそうでしょ。あとはもう、明日晴れたらあの海へ行こうだよ。あゆあゆあゆがもう大好きでね。あれじゃないですね。こんなにいいならいくらいいかなぁ。違ったね、私の時は、高校生の時はね、ドラゴンアッシュさんとか、あとね、あゆ、安室ちゃん、TRF とか、川原朋美さんとか、かなぁ。めっちゃ歌ってた。え？ドラゴンアッシュとか言ってるわね。マジカルーズとか聞いたことない。
ないんかい。いやね、その時付き合ってた彼がドラゴンアッシュ好きで聞いてたわ、一緒に。ちょっとこうやったらさ、ウエストくびれそうじゃない？違う？ねじって。こうやってさ、こうやってやったらさ、ウエストのねじれ。あれなんかエラー余裕ありますね。そんなことない。そんなことない。そんなリズム。そんなことないよ。これでは負荷を来週落ちてきてるよ。いや15あるじゃん。負荷を13まで上げましょう。13？わかります？はい、右の選手。この長い長い坂道を。この長い下り坂。上り坂か。今、さっそうと漕いでおります。やばい。これ汗かくわ。すごい。これが家で毎日できるんです。いや、すごいね。じゃあ給水所ないの？給水所。レッドブルとか飲みたいんだけど。レッドブル。うん。給水所ないの？はあ、給水所。給水所。スピード落ちたらダメですよ。落ちたら。十三。十三。十三。カモン。最後に向けてちょっとじゃ、最後の後今下り坂つけるんだ。下り坂今さっきまで上り坂やったのに、うん、今下り坂もちょっと楽に、はあ、いい感じで汗かいてます。かいてるね。え、ここなんですか？ここね、うん、ここには、うん、例えばスマホとか。スマホとか。え、マジ？YouTube を見ながらできるの？こう置いて見ながらとか、ここに置いて。あ、みひろの元ちょうどね、10分から20分ぐらいの尺だから、これ見る間、これトレーニングできる感じ。あ、すごい。ここ触ったらなんかハートが動いたけど。心拍数。マジ？すごい。あ、すごい。見て見て。ハートがすごい点滅してるけど。ほら、ハートが点滅してる。そう、これあの心拍数が出たり、うん、この距離が出たり。うん、スピード上げたり、私カロリーでしょ。マジっすか、ありがたい。簡単な拍手されるでしょ。え、だってさ、ここ触ったらさ、もう開始したよ。パシッと押さなくていいんだ。すっげーね。いやいい顔してますよ、みんなが。昨日のね、いつも言ってるユージムさん、より汗かいてるわ。マジびっくり。すごいね。え、私の背中取って。背中のね、背中の背骨のあたり、あの汗かいてない？汗、その
メニューはそこまでにすくいですけど、はい、あのちゃんとツヤツヤしてます。まだ垂れることは言ってないか。はい、じゃあお尻失礼します。いや、ほんとここ来てるよ。ここ、これヒップアップになるかな。もちろん。あの人間って太ももと背中を鍛えたら一番代謝が上がりやすい筋肉です。うん。聞いたんだ。誰が言ってるんですか。あ、知ってるわ。もうそんな突っ込む元気がなくなってきてますか。もう7ヶ月以上は通ってるわ。鼻の下汗かいてきた。あと4分。あと4分。4分。あ、ちなみに。はい。でも前のハンドル持ったら立ち漕ぎもできるはずです。え？立ち漕ぎ。これ？え、ここ？できないです。やる。あ、こう？わ、すごい！立ち漕ぎ。めっちゃ汗かいてる。すごいっす。これマジで、あのこういうお家でやるやつ、私初めてやってるんですけど、すごいね。これでいいじゃん。これでいいじゃん。だからジムにね、あの通わずとも自宅でできるっていう。いや、ほらさ、ジム通うのもさ、行けないぐらい忙しい人っているじゃん。はい。そういう人はさ、これあったらさ、いいよね。リモートワークとかね、うん、ありますし。すげえ。あと2分。あと2分。あと2分。ラスト。ラストの心臓エブリングを上り坂負荷16個まで行きましょう。一回、いやー、16マックス。おー、きたきた。ゴーゴー、右のカモン。昔の彼の家が上り坂の上にお家があって、チャリンコで通ってたのを思い出す。やばいやばい。あと1分。スピード急ですよ。急。これ15ミリ。あと1分。
っとすごい汗かいてるじゃないですか。いいですか。染みてる。で、これ名前なんでしたっけ。スピンバイクすげー、熱い。ビール、はい、ビール飲みたい。いやまだすごい心臓バクバクいってる。さあ三弘さん、20分間、はい、お疲れ様でした。ガチでした。ガチでした。もう大晩成できました。ちょっと休んだら、うん、はい、かなり汗かいてましたね。いや気持ちいいね。こんなに汗かくことあんま私はないんですけど、うん、トレーニングする以外で、うん、家でこんなに汗かけるったらめちゃくちゃ良くないですか。ですよね、うん、いや本当に通いたくてもさ、いろんな事情で通えない人もいるじゃないですか、はい、そういう方にはあったらどんどん痩せてって、はい、筋肉ついてモテちゃうんじゃないですか。しかもこれ漕いでる時に全然音が出なかったんですよ、はい、ガチャンガチャンとか、あと漕いでるこのなんかモーター音じゃないけど、そういうのがまるでなくて静かだから、はい、アパートとかの方でもご近所に迷惑気にせずできるなと思いました。ということで三浦さん、はい、こちらの商品おすすめですか。おすすめです。ちょっと運動したいけど今一歩踏み出せない方はお家に置いて継続してください。5分でもいいから絶対に変わること間違いないと思います。はい、現場からは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録お願いします。ということでこちらの、商品をご提供してくださった株式会社オールマーケットジャパンさん、本当にありがとうございました。じゃあみんなパワー。チャンネル登録よろしくね。高評価、コメントも書いてくれたら幸せです。みひろのもと、よろしくね。